中国はともなかくロシアは何度も痛い目にあったくせに、未だに他国への侵攻だということを考えるとなぜでしょうか。痛い目にあってないからですね。あのクリミア半島を取って経済制裁を受けたんですけど、結局ロシアとしては何の問題もなく暮らせていて、でプーチン大統領はロシアの中でやっぱり支持率高いんですよね。なので経済制裁があろうが支持率高いということは、別にバンバン攻めてっていいよねっていうので、もうウクライナ本気で取りに行くわ。で長期的にはやっぱりウクライナが NATO になっちゃうと、もうロシア対抗できないんですよね。なのでカザフスタンとかも俺ら NATO 入りてえとか言い出しちゃうと、ロシアどんどんきつくなっちゃうので、なのでそこに関しては結構本気なんじゃないかなと思うので、なので日本だとなんかあの戦争は絶対起きないです、なぜなら戦争は起きないからみたいな、なんか起きてほしくないとか日本人的な感覚できっと戦争なんかしないよねって思っちゃってる人が戦争起きないみたいなことを言っちゃってたりするんですけど、いやいやクリミア半島で内戦やったじゃないですかっていうのもあるので、なので割と戦争が起きる可能性はそれなりに高いんじゃないかなと僕は思ってます。はい。